島さん、はい、このレースどんなところに注目していけばいいでしょうか。やはり渡辺一平君が、多分軸になってレースを運んでいくんではないかなと思います。まあ、小関選手はもう前半から行かないと多分最後置いていかれるんじゃないかな、そんな予想してますけど。昨日のレースを見た感じですと、まあ、調子というのは2人はどうなんでしょうか。渡辺一平君の方がいいと思います。ただまあ、どちらも1分00秒台ではきちんと 100m 泳いでいるので、まあ、この200、また100と全く別なので、まあ、この結果次第ではどんな練習をしてきたのかっていうのもなんとなく分かるかなと思います。勇気を持ってね、前半から行ってほしいなというふうに思いますね。5レーン渡辺一平、3レーン小関康弘、男子 200m 平泳ぎの決勝です。注目のレーススタートしました。画面奥から3人目が小関康弘、そして黄色いコースロープに挟まれた奥が渡辺一平です。渡辺が出てますね。やっぱり上手くなってるんですよね。スタート上手くなってますね。人かき人蹴りが、もうスタートした段階で後続の選手に体半分程度リード奪いましたね。もともとスタート苦手な選手だったんですけどね。そうなんですか。そこをこれだけ修正してくるっていうのは素晴らしいですね。渡辺一平が世界記録を0秒21上回るラップタイムで折り返しました。2番手には中国の袁志海、3番手に小関です。いや、北島さん、この前半は素晴らしいんじゃないでしょうか。思い切りいってると思います。いいと思います。さあ、渡辺一平、去年はオリンピックレコードを更新しましたが、この2017年の長水路初の試合、どんなレース見せるでしょうか。前半から攻めています。先頭渡辺一平、そしてその奥4レーン中国の袁志海がその渡辺を追いかける。まだ世界記録を上回っている。1分1秒33、これは素晴らしい記録が期待できそうですね。期待できそうですね。ストロークが大きくなってますよね。もともと身長ありましたけれども、それをもう最大限使った力強いストロークになってきてますね。今北島選手も気になって立ち上がってレース見てますけれども、これはチャンスあるかもしれないですね。渡辺選手最後 50m 非常に強いので、はい、世界記録これ期待していいでしょうか。これは期待できるかもしれないです。さあ、渡辺一平が圧倒的なレースで最後のターンを迎えます。世界記録の更新も楽しみになってきた。あ、チャンスありますよ。世界記録が楽しみになってきました。世界記録は日本の山口晃弘が記録しました。2分7秒01、そのタイムを上回って渡辺一平、素晴らしいレースを見せている。残り 25m、ね、北島さん、これは出るかもしれないです。来ますか。さあ、渡辺一平が 25m、 残り 15m を切って、北島さんも体身を前に乗り出して、この渡辺の泳ぎを見ています。さあ、残り 5m、 拍手を送りました。素晴らしいレースでしたね。いや、今改めて見ても鳥肌立ちますよね。はい、後半にすごく上がってきましたよね。いや、前半から非常に攻めたレースだったんですが、レースの途中でも言いましたけれども、もともと身長があって、ただこう、細長い、ね、はい、イメージがあったんですが、泳ぎに力強さが加わってきているんですね。で、150m までは非常にゆったりと伸びた泳ぎしてたんですが、ラストテンポを上げました。
で僕はこれから多分テンポを上げない泳ぎで最後まで泳ぎ切ることもできると思うんですよ、はい、なんでまあこれは5秒台も見えますね、渡辺選手まだまだ伸びると思います。世界新記録を渡辺一平が樹立しました。さあそしてこの後は池江璃花子が高校新記録を樹立しました 200m 個人メドレーのレースをご覧いただきます。